皆さんこんにちは、体幹トレーナーの小葉勝美です。本日は蹴る動作に対しての体幹トレーニングを紹介します。この中のですね、メニューの中に世界一受けたい授業で紹介されたメニューも入っていますので、ぜひご期待ください。基本的に蹴る動作に関しての、ポイントとしましては、上半身をひねる、そしてボールを蹴るときは片足が上がってます。そして軸足が支えてます。ということは体幹と軸足をしっかり連動させなきゃいけないんですね。それが連動できないと、パスミスにつながります。それを意識しながら、トレーニングに励んでください。それではメニューを紹介します。レッツコバトレ。
皆さんどうでしたか。ファンクショナルマットを使ったメニューもねあったと思います。基本的には軸をぶらさないということは、体幹と軸足がぶれると必ずパスミスにつながりますので、蹴る動作に関してはちゃんと片足で立つ、しっかりと体幹でひねりを入れる、そして足を振る動作に対しても軸足は絶対ぶれない、それを意識してトレーニングしてください。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。レッツフォアトレ。